さあ行くんだ、その顔を上げて、新しい風に心を洗おう、古い夢は置いてゆくがいい、再び始まるドラマのために、あの人はもう思い出だけど、君もと僕で見つめてる。The Galaxy Express 3 で、城ヶ島に、宝が拾いに行ってきたんですけどね、メダカなんですね。全部でね、ちょっと分かんないです。200個程度あったみたいですけどね、数えてないんですけど、ほとんど、まあもちろん目だからで、目だからを跳ねるとね、結局ね、茶色キヌタがね、7個かな、8個ぐらいあって、でそれ以外で言ってもね、ほぼほぼね、変わったくなくて、強いて言うと、絞りだからが1個あったぐらいから、それが欠けたのも、まあ一応参考までにと思って欠けたのもいくつか拾ってきたんですけど、欠けたのが、多分星木ヌタじゃないかなっていうのと、花丸雪じゃないのかなっていうのが、欠けたやつが1個ずつあったぐらい、ほぼ空振りみたいな感じで全滅みたいな感じではあったんですけどね、あれなんだっけな、すごく状態のいいのが1個拾ったんだけど、茶色キヌタか、茶色キヌタのつるっとしたのを1個拾ったのが強いて言えば収穫だったぐらいの感じではあったんですけどね、ただ灯台、城ヶ島灯台の方でももちろん拾えるんですけど、淡崎灯台の方でも結構なんかやっぱり拾えるみたいですね。だ場所を、うまく見つけられなかったってことなんですかね。行った時にはあんまり、まあ実際あんまり数だけは拾ったんですけどね、そんな守備よくなかったんですけど、まあなんか、調べてみてみると淡崎の付近でみたいなことも書いてあるんで、拾った的なこともたくさん書いてあったんでね、よく調べればたくさんあるっぽいですね。それで初島じゃなくて、長者ヶ崎じゃないや、一色海岸だ、一色海岸に行った時の宝貝はまだ調べてないんで、引き続きこっちを調べていこうかと思います。